皆さんこんにちは、アスキト投資クラブです。今日はですね、4751サイバーエージェント動画解説をしたいと思います。この銘柄1月31日ですね、場が引けた後決算を発表しまして、続き見通しの方はね、下方修正とちょっとよくありませんでしたけれども、自社株買いをですね合わせて発表しております。で、発表後この翌日ですね、一回寄りついたらちょっと売られるとこもありましたけども、25日移動平均線、5日移動平均線がね、まあ、サポートする形で切り返してきております。で、出来高もですね、しっかりと伴ってきておりますんで、この直近のこの高値の陰線ですね、陰線の高値、こう抜けてくるとですね、まあ、勢いもつくんではないかなと思われますね。でまずはこの昨年のですね、7月大きくね、ギャップダウンでね、下落したところのこの窓埋めですね、まあ、窓埋めが意識されるところになりますけども、ここ窓埋めをしっかりしてくるとですね、まあ、昨年の高値、7月の高値ですね、24万4千円から5月2日の高値25万4千円、まあ、要は25万円あたりがね、最初のターゲットになってくるかと思います。で、そこ抜けてくるとですね、今度は2011年の11月の高値ですね、28万4400円。こちらがね、まあ、次のターゲットになってくるんではないかなと思われますね。あとは、まあ、チャート上にですね、この昨年の5月と7月のこの高値を結んだトレンドラインとかですね、もしくは、まあ、その一昨年のね、11月のこの高値からでもいいんですけども、こういったトレンドライン引いておくとですね、やはりこの辺がちょっと意識される形になりますので、また抜けてくるとね、動きもまあ軽くなってくるんではないかなと思われますね。で、まあ、下がってきてもですね、25日移動平均線あたりがね、しっかりとサポートすればね、問題ありませんけども、この直近のこの押し目はですね、18万1000円がね、一回押し目、200日移動平均線サポートしておりますので、まあ、ここ割ってきた時ですね、18万円どころを割ってくると、200日移動平均線もね、この割る動きになってきますので、そうなるとね、ロスカットを考える必要がね、出てくるかと思います。では以上でサイバーエージェント動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。